個人戦術ってところに当たるんですよね。今日この雨の日の時にレクチャーでやってます。クロスだったらクロスを、クロスが上がる前とかそういうところかな。でプレー中はボールが飛んできたとか、そういったところも自由に使えてる、カバーしたりというような声がかけれたりもします。もうちょっと前でもいいですか？最初のポジション、はい、あ、ブロッキングでいったけどフロントダイビングで好きだと思いました。なるほど、フロントダイビングで奪えた。一回止まってないからちょっと体勢崩れて、あーなるほど、一回にボールに触りそうだなって時にはもう止まってないとかね、外にボールがあるっていうので、シュートコースは切り られてるので出た方がいいと。